新たな力が時代を推し進める。火を吹くマスケット銃、天高く放たれる大砲、印刷された文字にすら大いなる変革の力が秘められている。かつて広大だった世界は日ごとに狭くなり、謎は失われつつある。しかし答えを得られていない疑問は未だに多く、信仰は試練にさらされ、国も国家というアイデンティティを得るに至ってはいない。日本の執権にして敬虔なる仏教の徒である北条時宗よ、あなたの民は金鉱の大切さを理解し、気高き侍たちは教養と豊かな精神を得るであろう。強くあれ、神の吹かせる風に感謝せよ。そうすれば悟りへの道は開かれよう。